罠にかかって閉じ込められた海賊船。助けたキャプテン・ギャクと共闘し、新たに手にした海賊の力を使い、ピッグとシープ、さあ、空太郎の物語へ。月の深海では、神秘的で恐ろしい不思議な海の怪物たちが自由気ままに暮らしていました。月の女神が倒れ、悪逆な暴君が台頭すると、怪物たちは彼らを治める海の神、怪人と共に支配に抵抗しました。怪物や怪人の力を恐れたムーンベアキングは、ピッグ将軍とシープ将軍に命じ、海を汚す油を撒き散らしました。闇の魔力の影響で、海の怪物たちは強欲な悪しき生き物と化してしまいました。小さな勇者たちが潜った海底は、暗く濁った水に覆われた、日の光も届かぬ闇の世界でした。なんやのこの海、汚くて前が見えへんわ。どないなっとんの。二人がたどり着いたのは、海底深く眠る古代の神殿でした。そこには巨大な神が黒い油に巻かれ戒められていました。ここは何やの？大丈夫か？何があったんや？リグ城、リグ城、なら素敵なところ、怪人様の治める神殿よ。怪人様？神様おんのに、どないしてこんなんなってもうたん？トライデント。トライデント？それって何やの？トライデント、トライデント、トライデント、偉大なトライデント、怪人様の立場などを盗まれた？それってピッグとシープの仕業か？クラーケン！クラケ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 、怪人と盗んで海に潜む、一百の触手持つ深海の妖怪、クラーケン、クラーケン、伝説の怪物。カリバス勇者、勇者よ、これが最後の希望を、カリバスで、カリバスで倒して、倒して、あのクラーケン、クラーケン、取り戻して、トライデントへ、お願い勇者よ、さあついでに妖精のおじいちゃんも一緒にね。おまかせ役歌ろうに、彼はいつでもヒーロー、悩みゼロ、もう大丈夫、それより打ち寄せちゃうね、太陽の娘でやっつけたるで、正義のためにヌーベアキングもな。よかった、よかった、よろしくね。アホなことやらせんといてや。クタロー、カリバスの勇者よ、海のためにクラーケン退治、行く手に待つは伝説の魔物。
海の生き物たちが、このままではダメだ。怪人犯が悲しみに暮れとる。イカたちがうちらをクラーゲンとこまで連れてってくれるんか。こない慌ててあんたらにとっては命の危機やもんな。海に平和を。イカやウニやイクラやエビやトロを救ってくれ。アナゴにホタテ、それから白身や青魚も頼む。優しい神様でこのイカたちも幸せやな。前のイカちゃん誘導してくれとるわ。ほんまありがたいわ。頭撫でたろか。元気になった。ええな、うちもうまいもん食いとなったわ。新鮮でピチピチしたもんがええな。寿司とか。空太郎は寿司ネタに、失礼、海産物、あ、いや魚介類、もとい海の仲間たちに導かれ、クラーケンからトライデントを取り戻す冒険へと旅立ちました。新鮮で美味しいお寿司のために。何言ってんのよ。ちゃうやろ、すべてはモンストのためや。ちゃうちゃう、今の間違い。海の平和のため、世のため、人のためや。もはや手遅れです。怪人の使いのイカたちは空太郎を乗せ、クラーケンの潜む海の底へとひた走りました。深海に漂うクラゲを飛び越えて、海底の隆起を乗り越えて、鋭い刃のような岩尾を避けて空太郎は進みました。海溝の斜面を下るにつれて、不気味な海の怪物の姿は増えているようでした。その時です。頭部に光る突起を持つ凶悪な魚が牙を剥いて襲いかかりました。ちょうちんあんこうか。あんこうや。空太郎の苦難は続きました。さらなる深海の怪物が空太郎を待ち受けていたのです。カニや。あんこう鍋もええけど、カニ鍋もええな。ほんまどないしたらええねん。深海の怪物たちの執拗な攻撃をかわし、空太郎はクラーケンの元へ急ぐのでした。暗く深い海の底に空太郎はたどり着きました。光は頭上はるかに、水の汚れでっかいアンコウが来よる。邪悪な油の影響か、不自然なまでに成長した提灯アンコウが空太郎を襲いました。暗く深い海の底に空太郎はたどり着きました。光は頭上はるかに遠く、でっかいアンコウが来よる。邪悪な油の影響か、不自然なまでに成長した提灯アンコウが空太郎を襲いました。イニシエの沈没船の残骸が海底に静かに眠っていました。イカの群れがまるで死者の魂を弔うかのように、繰り返し繰り返し厳かに揺れていました。このま
壊すと倒されてしまいそうや。暗く深い海の底に空太郎はたどり着きました。光はでっかいアンコウが来よる。邪悪な油の影響か、不自然なまでに成長した提灯アンコウが空太郎を襲いました。イニシエの沈没船の残骸が海底に静かに眠っていました。イカの群れがまるで死者の魂を弔うかのように繰り返し繰り返し厳かに揺れていました。このマスト倒されてしまいそうや。トライデントちゃん、無理やりにでも引き剥がさんと。痛えなこれ野郎、何しやがんで。いきなり何してくれてんねん。伝説の魔物クラーケンはピッグとシープが撒き散らした闇の油の影響で邪悪な悪魔になり果て、海の生き物を切り刻んではその亡骸を飾り立て晒し物にした上で食らい尽くしていたのです。なんちゅうひどいこと、極悪非道やな。Z 戦握り一丁。へい一丁上がり。もっぺん勝負や。へいらっしゃい。 Z 戦握り一丁。もう一丁。てめえこっち来ちゃう。おお、息がいいね。へい、一丁上がり。もっぺん勝負や。へいらっしゃい。Z さん、握り一丁。もう一丁。てめえ、こっち来ちゃう。おお、息がいいね。この。おお、吸い込んでやらぁ。もっとはよ、古城や。へい、天然トゲ付き三冠お待ち。かわすんや、こないだ寿司うちいらんわ。取った皿は戻さないのがルールですぜ。なめよってからに、こないなったら戦争じゃ。残りの足も全部切り落としたで。
やった、おー締めてやる。おー、うなぎかてめえは。あいたたた、うん、こりゃいい引きだ。珍しくて新しいメニューがクラケン寿司のこだわりで。部活に乗ったらあかんで、こんなんまがいもんや。ルールですぜ。舐めよってからに、こないなったら戦争じゃ。残りの足も全部切り落としたれ。団子はピンクでワカメは緑、ヒトデはオレンジ、ヒトデがオレンジ、トライデンすべては元の姿、そうすべてがすべてが海の旅の美和さ、カリバスの勇者を称えよう。おまけのでしゃばりひまわりの種。
者クータローよ。お前のおかげで月の海はかつての輝きを取り戻した。深く感謝する。ありがとう、ありがとう。海がもっといい。もういい、クータロー。お前に感謝の印を授けよう。カリバスに新たな力を宿した。お前の道の助けとなろう。少年の未来を切り開くカリバスに怪人の魔法の保護から新たな力が与えられました。それは運命の荒海を渡る力となるか、災いの嵐を呼ぶのか。